ジムにゲストが友達が来てます。懐かしいでしょ。懐かしいですね。何年ぶりですかね。3年ぶりです。あ、一人で来たいなんだよな。なあ、一人で一緒に来たい。そうそうそう、うん、あの時以来ですよね、うん、はい、ラッシュチャンネルの時間来ました。今日はね、もう今日120回目のゲスト前回オレンジレンジのひろきくんの次のゲストです。はい、とりあえずどうぞ。誰はい、マームレスリング界のですね、福岡の裏番長福浦選手、ハルバル、遠藤ハルバルちょっと遊びに参りました。あ、よく会いに来てる。もう何年ぶりよ今日。3年そんな経つ。そうだな、3年ぶりですね。うん、3年ぶり。いやー嬉しいです突然すみません、いつもだもん、いつも突然だもん。だってこの1時間前でしょ、確か LINE 来たの。そうですね、兄貴わし取りに行く何言うから今から行きますもう売れるかもよ、もうぜひっていう感じで。いやせっかくの休日だからね、ちょっとどっか遊びに行ってるかなと思ったら、うん、やっぱジムにいましたね。何の予定もなし誰も遊んでくれで、今日唯一遊んでくれてる人が高校生よかった、ね、53のおっさんと高校生が一緒に遊ぶ親子の、ね、ですお父さんよりも俺のお年上だな、年上です、ね、いやさっきのね、ちょっといろいろとアドバイスありがとうございます。ありがとうございます。だから、ね、今年全日本高校世代が出るということで、ちょっといろいろとアドバイスをいただいてね、もうね、浦先生にアドバイスもらったら負けるわけいかんよこれは入賞しないと優勝したらじゃ、だから福岡に挨拶に行こう、はい、お礼参りに行こう、はい、さっきの練習動画どうするんですか。何あ対戦動画、対戦動画どうするんですか。あれは一番最後に出します全く説得もないいや最近はどんな感じ。いやもう、うちの道場で日々、うん、やってるの。もう後輩の指導でずいぶん試合は遠ざかってる。だってですね、3、4年前のマスターズから。そうですね、3年前のマスターズ優勝して、19年のマスターズですね、2019年か、はい、おお、あれぶっちぎりで優勝して、その後もね、もうしばらくはあれから出てないから。出てないですね、もう試合がなかったからですね。そうだな、コロナでね、もう福岡のコロナの人数が多いからです、うん、大会をするたびにもう中止になって、そのままあ、それどこも一緒だよ、そのね、一緒。まあ、九州といえばね、まあ、一時期本当にアーム大国は九州だったんだよな。ですね、うん、まあ、裏ももちろんそうです。高木とか桐藤氏、陣と宮崎 の、そうですね、ニーラですね、なとかニーラもそうだし、大きいの持ったじゃん、岩永、岩本とか、ね、もうほんとすごいのばっかだったちょっとここ数年なんかですよね、ちょっと今ちょっと若手が伸びずに、だからその世代の人がちょっと、ね、そうですね、沈んでて、そうだな。あ、でも、頑張ってるじゃん、あの熊本の選手とかも頑張ってるし、うん、そろそろ、だって、この53の俺がまだやってんだよ、現役バリバリでやってる人。ね、うちもいますよ、55、6ぐらいの残りさんが、はい、吉田通りって言うんですけど、ね、おー、ゴール先輩。もう、すごいですよ、相変わらず。ゴール先輩。やってないね、久々にちょっとやりたいな。あ、まあ、トール先輩のね、僕も背中を追いかけながら日々やってます、まあ、裏としては近々なんか試合考えてるの。ああ、もうまだ全然もう指導ばっかりで、うん、なかなか。でもな、そんなこと言ってるとあっという間に年取って、もうそのモチベーションも上がんなくなってきて、よし出ようかって思った時に全盛期をこうなって思うような力出なくなるから、今のうちにやっといた方が絶対、そしたら
60ぐらいまでまだやれるんじゃねえかなって俺は思う。俺も多分1年2年もうこの1年2年やってるんだけど、コロナで試合に出なくなったら多分もうそれで終わっちゃうと思う、選手で。それでもね、やっぱモチベーションの高いものは維持してますね。それがすごいですね。まあやっぱりいろんな出来事があったんだわ。まあもちろん吉住のこともそうだし、仲間が亡くなったりとかしてさ、この短期間でいろんな知り合い友達が自分より若いやつらが死んじゃったりとかさ、そういうのがとか、まあ西日本の豪雨ね、大豪雨で家を失った人とかそういうのを見てたらさ、俺やることはできるじゃん、何の障害もないんでしょ。そんな環境にいてやりたいことをやらずにってなるとさ、あいつらやりたいのに天国行っちゃったから、うん、そら、やつらがどんどんやれるんなら、やらなきゃ申し訳ねえなんじゃないけどさ、そういうのもちょっとある。だから、うん、なんか、まだまだ。ねえ、兄貴は暑いんですよね、やっぱり。ないと思う。この兄貴たちの年代、今吉田師匠もそうなんですけど、うんうん、もう暑すぎるんですよね。あの父さんも暑すぎる。暑いです。暑い。吉田さんはね、ほんまに段階の一の熱い男だから、そうですね、まあ、ああいう人たちがね、まだいる限りは大丈夫ですよ、九州は。ね、頑張らないですね。もう、ちょっと、ほんまに、ここ、まあ、今年はちょっとどうなのか知らんけど、来年までにはちょっとなんか試合出てください。そうですね。約束してください。ちょっと約束やります。はい、うん。頑張ります。来年ちょっと。やったよ。はい。別に今年出てもいいんだよ。まだ試合やってないですね、また。全日本。全日本です、ね。全日本。もうマスターズはもう出ないよ。マスターズはもうちょっと。まあ、そうだな。優勝してしまったね。そうだよな。次の人に譲んないとな。そうか、そうか。いやまあちょっとな、まあやっぱアームレスラー、まあまあそれはいつかはな、俺たちも引退してアームレスリングやらなくなるんだろうけど、今はこうしてアームレスラーとしてこうね再開して、そうですね、だからやっぱかっこいいじゃん、現役の方が。そうですね。もうオリンピックも始まることだし、もう始まってるんですか。始まってる。そう俺たちは彼らと同じ立ち位置としても過言ではない。ね、まあ、大きく言うと、大きく言うと、大きく言うと同じスポーツ選手、ね、しかも今のトップにもなった、だからさ、日本を代表する選手なわけだから、ちょっと心でもう一踏ん張りして、そうですね、来年ぐらいもう一踏ん張りして、うん、ちょっと頑張ろうよ、ですね、本来ね、俺も頑張るから、これ約束だよ。来年、まあ、チャンピオンになってほしいけど、最低でも3位に入るという。ですね、うん、まあ、そこはもう最低条件で頑張る。ね、俺も協力できること全部するからさ、ね、うん、はい、ぜひ、よろしくお願いします。OK、ね、じゃあちょっとこの後、コーヒー飲み行こう。はい、ありがとう。Thank you.